タワマンって最高だな。やっぱ契約して正解だわ。タワマン？何の話をしてるの？これから住む家の話に決まってるだろ。そっちこそ何言ってるんだよ。満面の笑みでそう言ってきたが、意味がわからなかった。そんな話は一度も聞いたことがない。そのお金は？そうだよ。前の旦那の残した保険金だよ。そしてインターホンが鳴る。そこには姑が立っていた。お母さん、どうしてここに？上がらせてもらうわね。姑はずかずかと家に入ってきた。待ってたよ、母さん。あの話よね。そうだよ。まあ座ってよ。二人のやりとりの様子から、どうやら姑もタワマンのことは知っていたようだ。私だけが仲間外れにされていた。すると夫がとんでもないことを口走る。タワマンには三人で住むからな。そんなこと急に言われても。だったら離婚したっていいんだぞ。俺は構わないからな。あまりの自分勝手さに言葉も出ない。すると姑もニヤニヤと笑いながらバカにしてくる。そんなの驚くことないでしょ。家事は全部任せるからよろしくね。タワマンを契約しただけでなく、私を家政婦扱いしようという。仕事と家事を両立し支えてきたが、限界を迎えていた。私は寝室に向かい、引き出しからあるものを取り出し、夫と姑に見せる。なんだよこれ。離婚届よ。もう私の名前は書いてあるから。事前に用意していて正解だった。夫も姑も顔を見合わせ驚いている。その後夫と離婚して、私は海外に居を移した。復讐はこれだけではない。まだまだこれからだから。その結果、夫たちに待ち受けていたのは大きすぎる代償だった。私は伊藤澄子。先月40歳を迎えた。今は証券会社に勤めている。大学の頃に投資の面白さに触れてのめり込んでいった。その時に前夫と出会う。今度さ、飯でも行かない？いいよ、どこに行く？この前いい店見つけたんだよ。楽しみにしてて。良き友人として付き合いが続いていたが、大学を卒業するタイミングでプロポーズを受け、結婚した。夫は投資家で、資産もそれなりだったのだ。しかしそれに満足することなく、威張ることもなかった。本当に幸せな時間だったと思う。旦那様が事故に遭いました。すぐに病院に来てください。仕事が終わり、帰宅したタイミングだった。すぐに病院に向かったが、夫はすでに冷たくなっていた。頭が真っ白になり、その後のことはよく覚えていない。30歳の時である。夫を失ってから数年間、私は現実を受け入れることができず、ただ時間だけが過ぎていく。夫の残した資産を受け継いだが、正直どうでもよかった。大丈夫？あ、はい、大丈夫です。そうは見えないけど。優しく声をかけてくれたのは、会社の先輩だった今の夫の浩二である。この頃の私は、前夫を亡くして悲しみの淵にいたが、寂しさも同時に感じていた。それからも私の愚痴や話を面倒くさがることもなく聞いてくれたのだ。今思うと、この頃の私はいいかもだったのかもしれない。今度お食事でもどう？あ、はい。いい店を見つけたんだけど、一人じゃ行きづらくて。そうなんですね。浩二といると、心が安らぐ気がした。それからも付き合いは続き、私が34歳の時にプロポーズを受ける。私はそれを受け入れた。前夫のことを忘れたわけではないが、
支えが欲しかったのも事実だ。両親にも報告したのだが、一人反対した人物がいた。でも自分で決めたことだから。私は心配だな。本当にその人大丈夫？どういう意味？あなたのお金目当てじゃないかってこと。それは大丈夫だよ。そもそもそんな話もしてないし。姉は海外で生活していて結婚もせず、一人の生活を満喫していた。そんな姉に憧れたこともあったが、私は誰かにそばにいてほしかったのだ。最終的に姉も納得してくれたようで、私たちの結婚生活が幕を開けた。ただ気がかりがなかったわけではない。それは姑の存在だった。すみこさん、これからは私の指示に従ってもらうからね。同居こそしていなかったものの、新居にやってきていきなりそう言ってきたのだ。しかもそれだけ言って帰っていった。え？悪いな。あんなこと言ってくるなんて思わなくてさ、全然気にしなくていいからさ。うん。この時は夫のおかげでなんとかなったが、それからも定期的にやってきては小言を言って帰っていくのだ。ある週末のことだった。そういえば、すみこさんって前の旦那と死に別れたのよね。ええ、そうですけど、どんな人だったの？あまりにデリカシーのないことを聞いてくるなと思ったが、ここで答えないと後々面倒事が増えると思い、答えることに。前の夫は投資家で。投資？それじゃあ結構稼いでいたんじゃない？いや、それほどでもないと思いますが。そんなわけないでしょ。近くには夫もいたのだが、投資家という言葉が出た瞬間に食いつくようにこちらを見ていた。そうだ、ちょっとお茶を入れてきてくれない？はい。私がキッチンでお茶の準備をしていると、二人の様子が目に入ってきた。何を話しているかまでは聞き取れなかったが、姑の顔を見ると、にやっと笑っていたのだ。その瞬間、寒気を感じたような気がした。すみこさん、お茶はまだ？すみません、すぐに持っていきます。二人の元に戻ったが、先ほどまでとは打って変わって普通の様子だった。その後は特に変わったこともなく、姑はひとしきり世間話をして帰っていく。そして夕食の準備をしているとき、なんで話してくれなかったんだ？え？前の旦那の話だよ。別に話さなくてもいいかなと思って。それは俺が信用できないってことか？なんでそうなるの？別にそんなことは考えてなかったよ。しかし夫のイライラは収まっていなかった。この時の私はどうしてそこまでイライラしているのか理解できなかったのだ。それを知ったのはもう少し先のことだった。この日を境に夫は私に対する当たりがきつくなっていく。今日の仕事は？ああ、体調が悪いから休むわ。そう。夫は休むことが増えた。同じ会社に勤めているため、同僚たちからも休んでいる理由などを聞かれるが、とりあえず体調不良ということにしている。しかし前日のことを思い返しても、それは仮病だとすぐに分かった。一体何をしているのか。仕事中もずっと気になって仕方がなかった。そして帰宅すると、何これ？部屋の中が物で溢れていた。ちょっと何してるの？ああ、ちょっと探し物をな。でも全然見つからなくてさ。だったら手伝おうか？すると夫はいきなり声を荒げる。すみこは何もしなくていい。触るな！急なことであっけに取られた。だったら体調は良くなったの？体調？そんなの。ああ、体調はだいぶ良くなったよ。ずっと寝てたからな。私はすぐに気づいた。夫が仮病まで使って休んだ理由は何かを探すためだと。しかもそれは私に見つかると困るものらしい。
それから何度かこんな状況が続いた。そして見つからなかったために、夫は次の作戦に出たのだ。今日は美容院だから、帰りは夕方くらいになると思う。そうか、わかった。ゆっくりでいいから。うん。やけに嬉しそうだった。そんなに私が出かけるのが嬉しかったようだ。用事が終わり、家に戻ると、中から声が聞こえてくる。どうやら中には、夫以外に誰かがいることがわかった。恐る恐る玄関を開ける。ただいま。奥からやばいという声が聞こえた。ああ、おかえり、早かったな。まあね、それで誰か来てるの？ああ、母さんがね。お母さん？すると奥から姑が顔を見せてきた。もう帰ってきちゃったのね。姑は残念そうな顔になっていた。そこで私は姑に質問をする。探し物は見つかりましたか？探し物？はい、だから今日は来たんですよね。夫は自分だけでは見つからないと思い、姑に協力を頼んだのだと思った。知ってたの？今度は夫が割って入ってきた。母さんも余計なこと言わなくていいから、すみこも余計なこと言うな。なぜか私は怒られた。なんでそんなことを言われないといけないのよ。別に悪いこともしてないでしょ。お前は関係ないんだから口出しするな。そうよね。すみこさんは関係ないんだし。先ほどまでしゅんとしていた姑も、夫の言葉で火がついたようだ。もういいからさ、どっか行ってくれないか？私の家はここだけど。浩二の言う通りだわ。いいって言うまで外にいてもらいましょう。ほら、母さんの言う通り出て行ってくれ。私は夫に無理やり押され、家の外に出されてしまった。しかもご丁寧に鍵とチェーンまでしている。途方に暮れた私は姉に相談してみることに。こういう時に頼りになるのだ。もしもし、姉さん？すみこから電話なんて珍しいじゃない。どうしたの？実はさ、私は姉に今までの経緯を説明した。はじめこそ黙って聞いてくれていたが、姉もさすがに二人の行動に怒り心頭の様子である。そんなの普通じゃないでしょ？でもなんでそんなことをしたのか。姉もうなりながら考えている様子だった。そして姉は何かが分かったようだ。もしかしたらだけど、前の旦那さんの遺産とか探してるんじゃない？前に投資家だって話をしたんでしょ？あ、すべてがつながった気がした。確かにその話をしてから、二人の態度は急変したのだ。心当たりはあったみたいね。うん。こうして電話を切った私は、しばらく時間を潰し家に戻った。家の鍵は開いていたため中に入る。すでに姑は帰った後のようだった。さっきは悪かったな。大丈夫だよ。気にしてないし。そうか。夫は安心していたようだったが、私の中にはしっかりと怒りの炎が燃え上がっていた。しばらく夫たちはおとなしくなったが、それでも諦めきれていないのは見え見えだった。だからこそすぐに行動したのだ。前夫から受け取った資産が記帳されている通帳を貸金庫に預けた。これで安心だと思った。このことを知っているのは姉と仲のいい友人だけだったからだ。これで二人には見つからないだろうし安全だよね。さらに私はいつでも離婚できるように離婚届を準備しておいた。ただ自分から離婚を切り出すのは尺だったため、そのタイミングをずっと伺っていたのだ。気づけば私も40歳になっていた。今の私の安らげる場所といえば会社である。今日も出かけるの？ああ、母さんの買い物についてきてほしいって言うからな。行ってらっしゃい。毎週のように姑と出かけていく。私に黙って何かを計画しているのは見え見えだった。この時の私は、できれば何か問題でも起こしてくれないかと期待していたのだ。姑も私を
義実家に頻繁に呼ぶようになる。ちょっと片付けたいから手伝ってちょうだい。はあ、じゃあまずは外にある物置からやってきて。義実家は昔ながらの一軒家で、姑が一人で暮らしていた。確かに一人でそのすべてを管理するのは難しいだろう。とはいえ、今までそんなことを一度たりとも頼んできたことがないことに違和感を覚えた。またよからぬことを考えてるわね。私は必死になって倉庫の中を片付けた。もう何年も整理していないようで、埃とゴミで溢れていたのだ。数時間かけてやっと終わったと思ったら、今度は家の中の掃除を頼んでくる。ほら、ぼさっとしてないでさっさと動いて。まだまだやることはたくさんあるんだから。姑はそう言うが、自分はリビングで指示をするだけだ。もちろん文句を言ってもよかったが、言ったところで逆ギレされるだけだと思い、ぐっと我慢した。来るべき時のために取っておこうと思った。一通り終わりました。そう、じゃあ帰っていいわ。さすがにねぎらいの言葉すらないことに姑を睨んだ。その顔は何？別に、文句があるなら言いなさいよ。ありませんよ。本当にイライラさせてくれる嫁ね。それはそっちだろうと思った。いつまでもこんな生活を続けていたらおかしくなる。それからは何かと理由をつけて断ることにした。しかしそれを良しとしなかった姑は夫に報告したのだ。最近母さんの頼みを断ってるそうじゃないか。私だっていつもあっちに行けるわけないから。お前にとっては義理でも母親なんだ。だったらあなたが行けばいいんじゃない？あなただって息子でしょ？ああ？それからも夫は責め立ててきたが、大して気にも留めなかった。いちいち関わっていたら疲れてしまうからだ。そして週末に出かけるのが日課となっていた夫はいつもと違うような表情で帰ってきたのだ。私は何かあると思い身構えた。おかえり。ちょっと話があるから座ってくれ。話？ちょうど夕飯の支度をしている最中だった。私は手を止めてソファーに腰掛ける。夫はにやついていた。タワマンって最高だな。やっぱ契約して正解だわ。タワマン？何の話をしてるの？これから住む家の話に決まってるだろ。そっちこそ何言ってるんだよ。満面の笑みでそう言ってきたが、意味がわからなかった。そんな話は一度だって聞いたことがない。それに夫にはそんなものを買うお金なんてないはずだった。そのお金は？そうだよ。前の旦那の残した保険金だよ。そしてインターホンが鳴る。そこには姑が立っていた。お母さん、どうしてここに？上がらせてもらうわね。姑はずかずかと家に入ってきた。待ってたよ、母さん。あの話よね。そうだよ。まあ座ってよ。二人のやりとりの様子から、どうやら姑もタワマンのことは知っていたようだ。私だけが仲間外れにされていた。すると夫がとんでもないことを口走る。タワマンには三人で住むからな。そんなこと急に言われても。だったら離婚したっていいんだぞ。俺は構わないからな。あまりの自分勝手さに言葉も出ない。すると姑もニヤニヤと笑いながらバカにしてくる。そんなの驚くことないでしょ？家事は全部任せるからよろしくね。タワマンを契約しただけでなく、私を家政婦扱いしようという。仕事と家事を両立し支えてきたが、限界を迎えていた。それと俺がそんなもの買えると思ってないだろ？ええ、そうね。だけど金を払うのは俺じゃないんだな。私って言いたいわけ？その通りだよ。どうせ前の旦那の遺産を俺たちに隠してるんだろ？結局見つからなかったけど、見つける必要がないって気づいたんだよ。最低ね。何とでも言ってくれよ。夫たちは遺産のありかが見つからないと踏んで、作戦を変えてきたのだ。
だが、私がそれにおとなしく従うと思ったら大間違いである。私は寝室に向かい、引き出しからあるものを取り出し、夫と姑に見せる。なんだよこれ。離婚届よ。もう私の名前は書いてあるから。事前に用意していて正解だった。夫も姑も顔を見合わせ驚いている。まさか私がこんな手を使ってくるなんて思いもしなかったのだろう。そんなことしたら後悔するのはあなたよ。それでもいいの？はい。私はずっと前から離婚するタイミングも伺ってたので。考え直せ。そんなことしても誰も幸せにはならないだろう。今更言っても遅いわ。もう決めたことだから。だったら勝手にしろ。コージ、本気なの？ちょっと落ち着きなさい。どうせこの女は話を聞きやしないよ。私にとっては好都合である。だったらすぐに名前を書いてくれない？別にいいんでしょ？ああ、書いてやるよ。夫は姑の忠告も聞かずに名前とハンコを押した。一時の感情だけでこんなことをしてしまうなんて本当にバカな男だ。ありがとう。これは私が出しておくから。満足したんならさっさと出ていけよ。言われなくてもそうするわ。それじゃ、お母さんもお元気で。ちょっと待って、すみこさん。こうして私は家を出た。ひとまずホテルを取って、そこで今後のことを考えることに。こんなに穏やかな気持ちになったのは久しぶりだった。そして私は姉に連絡をする。今後のことに対してアドバイスが欲しかったからだ。相談したいことがあるんだけど。電話してきたってことは、旦那と姑のことでしょ？さすが姉さん、何でもお見通しね。それで、今度はどうしたの？実は離婚しようと思ってさ、もう離婚届はあるんだ。なるほどね。姉も驚いてはいなかった。遅かれ早かれ、こうなると思っていたのだろう。本当に姉にはかなわない。その理由も最悪でさ、勝手にタワマンを契約してたみたいでさ。それじゃ見つかったってこと？違うよ。いくら探しても見つからないから最終手段に出たって感じ。バカなね。姉もため息をついていた。あとは離婚届を出すだけなんだけど、これからどうしようかなって。だったらいい考えがあるわよ。え、何？それがね、姉の提案には驚いたが、それもありかなと思った。翌日私は会社に退職届を提出する。仕事は楽しく、これからも続けたかったが、同じ空間に夫もいることを考えたら、急に嫌気がさした。引き止められたが、そこは事情を話して納得してもらったのだ。そして一週間後に姉と空港で合流することになっていた。その間に準備を整えたのだが、夫たちから連絡は一切ない。じゃあ明日空港でね。うん。荷物とかは大丈夫？問題ないよ。仕事で誰もいない間にいらないものは処分とかしたし。翌日私は離婚届を提出して姉と共にアメリカに飛び立った。アメリカは前夫と共に旅行で行ったっきりだ。不安もあったが、それと同じくらい楽しみでもあった。姑は気づいていたかもしれないが、夫に待ち受けているのは大きすぎる代償なのだ。それに気づいたとき、どんな表情をするのか見れないことだけが悔やまれた。ここが今日から住む新しい家よ。なかなかでしょ？なかなかなんてものじゃないでしょ？すごく広いし最高の家だよ。これからはここで好きにしていいんだから。ありがとう。正直夫の契約したタワマンなんて目じゃないほど、立派な一軒家だ。これからこの家で新しい人生が始まると思うと、ワクワクが止まらなかった。そしてアメリカに来てから3日後のことだ。もしもし、すみこさん、工事を止めて。姑から電話があり、出るといきなりそんなことを言われた。いずれ連絡をしてくるだろうとは思っていたが、それが姑だとは思っていなかった。落ち着いてください。あなたが出て行ってからおかしくなったのよ。おかしくなった？マンションを解約しようと思ったらできなかったらしくて、それから家にも帰ってないみたいなの。
あまりの現実に夫は受け止められず逃げ出したのだろう。仮にそうだったとしても、今の私には全くもって関係のない話なのだ。それは大変でしょうけど、私には関係ないですし、そちらの問題はそちらで解決してください。その言葉を聞いた姑は、なんと逆ギレしてきた。元はといえば、あんたが隠し事なんてするからこうなったんでしょ？責任を取りなさいよ。一度深呼吸する。私のせいにしないでくださいよ。勝手に暴走した方が悪いんですから。最低な女ね。最低なのはそちらじゃないですか。とにかく私はどうなろうと知ったことじゃないんで。じゃあもう切りますね。私は電話を切った。姉が声をかけてくる。元旦那？違うよ、姑の方。どうせろくでもないことでしょ？うん、契約したタワマンが解約できなくって困ってるってさ。何それ、全部自分たちのせいでしょ？それ言ったら逆ギレされたよ。本当にバカだよね。その後も姉と二人で笑い合ってしまう。今まではこんな話を誰かとすることなんてなかったため、こんなに楽しいとは思わなかった。この日は姉がお祝いということでお酒を朝まで飲んだ。さすがにそろそろ寝ようかと思った時だった。スマホに着信があったのだ。また？めんどくさいな。また姑かと思い画面を見ると、そこには元夫の名前が。出るか迷ったが、今どんな状態なのかどうしても気になり出ることにした。何の用？今どこにいるんだ？どうして？お前に会いに行くためだ。私は別に用事はないけど。夫は今の私がどこにいるか知らない。まさか日本にいないとは思ってもいないだろう。俺はお前に用があるんだ。で、どこにいるんだ？教えてもいいけど来れないと思うけど、それでも聞く？はあ、どういうことだよ。いいから教えてくれ。今は海外にいるのよ。姉と一緒に暮らしてるの。来れるわけないよね。元夫は私が海外にいると知って言葉が出ないようだった。そういえばタワマンが解約できなくて困ってるんだって？そうなんだ。だから。言っておくけど、私は助けるなんてバカなことはしないからね。何？どうせ自分では払えないから何とかしろって電話でしょ？こうなったのはお前のせいだろ？だったら訴えたら？まあそんなことしたって無駄だろうけどね。私は元夫の感情を煽った。こうなったらとことん煽って電話を切ってやろうと思ったのだ。ふざけんなよ。誰のせいでこんなことに。教えてあげようか？自分でしょ？勝手に暴走した結果が今でしょ？そもそもお前が遺産のありかを言ってれば。こうなるから言わなかったんじゃない。あなたもお母さんもお金にがめついんだからさ。そんなわけないだろ。だからあんなに必死になって家中を探し回ったんでしょ？本当に残念だわ。とにかくあなたが勝手に契約したんだから自分で頑張って払っていってね。じゃあもう切るから。待て、少しでいいから助けてくれ。無理。これ以上話しても時間の無駄だと思った私は一方的に電話を切った。どこまで残念な男なのだろうか。だがこれから莫大な負債を抱えた元夫はどう生きていくのか、それだけが気になっている。それから一切の連絡が来ることなく、私はアメリカに来て半年が経とうとしていた。日本に帰ろうと思うけど、どうする？そうだな、気になることもあるし、帰ろうかな。じゃあ決まりね。私たちは一時帰国することになる。気になっているのは元夫たちのことだ。日本に帰った私は、早速元住んでいた家に向かう。しかしそこに夫の姿はない。さらに義実家に向かうと、そこはすでに更地になり、売り地になっていた。まあこうなるか。すると後ろから声をかけられた。どうやら近所に住んでいる元姑の知り合いだったようだ。話を聞くと、数週間前に夜逃げ同然でどこかに引っ越していったらしい。まあそれも当然だろう。さらに私は友人に会いに行った。この友人は元会社の同僚である。久しぶり。元気だった？この友人からは元夫たちの現状について聞くことができた。そんなことになってたんだね。
まあ、あれだけ高額なマンションなんか契約しちゃったばっかりにね。それに会社も辞めたんだよ。へえ、でもそんなことしたら余計に大変なのにね。で、今はどこにいるの？詳しい場所まではわからないけど、相当な田舎にいるとか？まあ、あの二人だし、まともな生活は難しいだろうね。辛辣だな。だってもう別れてるしね。私の想像通り、夫たちは苦労しているようだ。しかし大変なのはこれからだろう。それを考えると笑いが止まらなくなった。私はこれから姉と共に好きに生きていく。もう結婚することはないだろうが、それでいい。自由の国であるアメリカで、私は自由を謳歌していく。今回の朗読を担当させていただいた、ナレーターの曽我ゆりです。今回の話は、なんというか、特に元夫の浅はかさが際立つお話でしたね。自分からタワマンを契約してるのに、よく自分から離婚を言い出せるな、こいつって思いながらやってました。はい。皆さんはこのお話についてどう思いましたか？よろしければコメント欄で教えてくださいね。またチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。